オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響き先生です。Bonjour、アンサンブル講師の響きです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、明日11月23日は恵比寿の日仏会館にてフランス語コンクールの決勝大会が開催されます。今年で第12回になるそうですが、毎年中級・上級の2部門に分かれ、それぞれのテーマに沿って出場者がスピーチを行い、上位計4名には航空券付きの賞が贈られます。実は僕も5年前、2014年のコンクールに参加し、賞をいただいたことがあります。その時の上級テーマは、Le Japon que j'aime, Le Japon que je n'aime pas。私が好きな日本、嫌いな日本でした。その後も毎年、例えばシャルリー・エブド事件があった2015年の上級テーマには、Jusqu'où va la liberté d'expression?表現の自由はどこまで認められるか。東京オリンピックを2年後に控えた去年2018年の中級テーマには、 Qu'attendez-vous des Jeux Olympiques de 2020? あなたは2020年のオリンピックに何を期待しますか?など、その年の時流を反映した興味深いテーマが選ばれました。そして今年2019年のテーマは、中級がQu'attendez-vous de l'ère Leiwa? 令和時代にあなたは何を期待しますか?そして上級は、L'égalité femme-homme au Japon。日本における男女平等についてです。出場者はこのテーマに沿って数分のスピーチをしますが、コンクールに出なくても考えがいのあるテーマですよね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルメイト様のダルフ受験報告をお伝えします。それでは今日のレッスンを始めましょう。今回ご紹介したいのは、関係があるという表現です。どんな問題でも、問題だと思ったら人ごとにせず、自分ごとと考えるところから始めるのがいいですよね。日本語では、私は関係がある、あるいは私に関係があるのような言い方をします。関係があるという動詞はフランス語にもあって、concerne、concerne と言います。物や事柄を主語にして使うことがほとんどで、それは私に関係があると言いたい場合には、ça me concerne、ça me concerne というふうに言います。しかし、個人的にもっと面白いと思う言い方があり、そちらの方が使う動詞も簡単です。誰もが知っている基本単語ですが、何の動詞を使うと思いますか?答えは、見る、regarder です。これをさっきの concerne の位置で代わりに使って、それは私に関係があるという意味で次のように言うことができます。ça me regarde ça me regarde ça me regarde当然、
私には関係がないと言いたい場合には、これを否定形にすればいいですね。Ça ne me regarde pas。ぬを取ると、Ça me regarde pas。関係がないという意味では他にも、Ce n'est pas mes oignons。それは私の玉ねぎではないというユニークな表現も使われます。フランス語ではこのように、野菜や果物を使った表現が本当に多いですね。さて、冒頭、フランス語スピーチコンクールの話をしましたが、例えば男女平等、l'égalité femme-homme という問題は、まずは誰もが当事者意識を持つことが大切ですね。Ça me regarde。私は見られているという感覚が、自分にも関係があるという意識になるのだと思います。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。響き先生。ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルメイト様のダルフ受験報告です。ダルフとはデルフ同様フランスの国民教育省が認定しているたった一つの公式フランス語資格です。一度取得すれば有効期限はありません。フランス語の学習者にとっては、ぜひ取っておきたい資格ですよね。さて、本日ご紹介させていただくダルフ受験報告は、難関の正案に見事合格されたクマッコさんの投稿です。二度目の挑戦で正案に合格されたというクマッコさん。一度目の時は、何が原因で不合格になったのか、原因がはっきりしていたため、その部分の対策と予行練習をしっかり行うことで、二度目は落ち着いて受験できたそうです。合格に向けて具体的に行った対策としては、なるべく毎日、フランスのテレビ、ラジオ、NHK ワールドラジオを視聴して耳を鍛え、ダルフ対策本を購入して練習問題を解き、アンサンブルのレッスンでは講師に文章の添削や面接の練習をしてもらったそうです。一方、長文読解などある程度安定した点数が取れると思った分野については特別に対策を行うことはせず、苦手な部分の強化と準備に力を入れたというクマッコさん。中でも口頭表現については、練習すればするだけ点数が取りやすくなる分野とのことで、型に沿って話せるように練習して力を注ぐことがおすすめです、というためになるアドバイスをいただきました。早い段階で自分の得意と苦手を見定め、当日はパニックにならないよう、また着実に点数を取ることができるよう、対策本とアンサンブルのレッスンをフル活用して準備を行い、見事ダルフ正案に合格されたクマッコさん。改めておめでとうございます。さて、今回ご紹介させていただいたダルフの受験報告はほんの一部です。全文をご覧になりたい方はぜひ、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルの試験体験談、ダルフ正案より、
くまっこさんの投稿をご覧ください。実際に受験した方ならではの役に立つアドバイス、勇気をもらえるメッセージが込められています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。